ストリートファイターシリーズ多くのボスキャラとして君臨してきたシャドウの総帥ベガ。さあそんなベガのステージを見ていきましょう。まずはこちら、アーケード版ストリートファイター2、こちらからベガが登場しました。ベガステージ、初代ベガ見てください。像を壊されたらね、怒るおじさんがねいるんですよね。はい、続きましてはこちら、スーパーファミコン移植版のね、スーパーファミコンのベガ見てください。はい、続きましてゲームボーイ版ストリートファイター2ベガ、ギャラリーが全然いなくなっております。カクカク 15fps とかそんなフレームなんですかね。すごいカクカクですよね。はい、続きましてこちらストリートファイター2ダッシュ、こちらはプレイステーション4版でございます。変わりは特にないですよね。時間がね変わったぐらいかな。はい、続きましてこちらは PC エンジン版でございます。さあ行きましょう。ギャラリーの数が減ってるのかな。だいぶちょっと寂しいことになってますね。はい、続きましてこちらマスターシステム版ブラジルのみ。金しかない。しかも浮いてる、ベガ浮いてる。ベガ浮いてんだこれ。もうほぼ地上戦。寂しい。はい、ということでスーパーストリートファイター2ダッシュ、こちらもプレイステーション4版からご覧ください。ターボと変わらないですよね。はい、こちらはスーパーファミコン版のターボ、ストリートファイター2ターボでございます。やっぱりギャラリー減ってんな。
win。はい、こちらメガドライブ版です。ストリートファイター2ダッシュプラスでもまあターボになるんでね、ターボ今回はやりました。はい、続きましてこちらスーパーストリートファイター2、こちらはプレイステーション4版でございます。はい、こちらスーパーファミコン版見ていきましょう。左半分減る。はい、こちらはメガドラ版でございます。メガドラ版がちょっとね HDMI で出力できなかったので、こちらジェネシス版となっております。なんでねミスターバイソンになっております。さあ行きましょう、スーパーストリートファイター 2X、 こちらもプレイステーション4版でございます。アニコレですね、ちなみに。はい、こちらハイパーストリートファイター2。はい、ウルトラストリートファイター2いきましょう。まずはクラシックの方からご覧ください。こちらジェネレーションとクラシック両方ね収録しております。さあニュージェネレーション、さあグラフィックはどう変わったのか見てください。あ、でもあれだな、壺壊してないのにもう怒ってんだ。
さあゼロ見ていきましょう。ゼロになるとね、ラスボスチュンリーのラスボスがベガになるので、チュンリーでいきましょう。はい、そして02もね、チュンリーでいきました。ラスボスベガ見てください。ふふふ、勇ましいことだなというね。さあおもてなし、おもてなしです、ベガの。さあ03見ていきましょう。03はね、竜でもねファイナルベガが出るので竜でいきましょう。投げられる剣、お前はということで、ここで初見扱いなのかな。なんだと？洗脳された竜という設定なんですよね。てかウルトラストリートファイター2でも出るんですよね。洗脳された竜、洗脳された竜でいいのかな。さあ行きましょう。ファイナルベガ強いんだまた。はい、負けちゃったということです。ウルトラストリートファイター4いきましょう。ガイル VS ベガ。ガイルで乱入キャラでね入ってくるのがベガでございます。飛んできたもうバケモンですよね、こうなったら。空間移動、愛も変わらず目障りな早いよ。今度こそ地獄へ送ってやる。ふん。Are you ready? Fight! あの男を探しているなら向かって。抵抗してみろ。タニフィン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 。ここまでだ。なんだだ、終わりか。さあそしてウルトラストリートファイター2が終わったね。ストリートファイター5いきましょう。まずはストリートファイター2のねアーケード版のアーケードモードのベガステージ見ていきましょう。我がサイコパワーに響くし、ラウンド1、ファイト。波動拳、タリアミアや波動拳を、セア、トア、アン、エア波動拳、エア波動拳、昇竜拳、昇竜拳、エア波動拳。
動拳タレヨー You win!それではラストでございます。ストリートファイター5のアーケードモード、ストリートファイター5のベガステージ、最終ベガステージで見てください。我がサイコパワーに響くし、ラウンド1ファイト。ビリビリビリ。ということで、今回はベガの歴代ステージを見ていきました。で、最初ストリートファイター2で、おお、サガット倒したと思って出てきたのがベガ。それはまたね、印象的でしたね。かなり強かった当時。もうダブル2とか、もうサイコクラッシャーとかね、もう嫌だった、飛んでくるし。なんか見た目、帝都大戦の加藤みたいだったしね。ということで、今回はここまで。ストリートファイター6ではね、出てくるのでしょうか。そちらも楽しみですよね。ということで、今回の動画はここまで。また別の動画作っていくので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次回、別の動画でお会いしましょう。それでは、バイチャー。